ザ・ザキです。さあ今日はね、この大ちゃんと近くの公園に遊びに来ました。大ちゃんね、早速はい、食べてますめっちゃ食べてる。久しぶりにね、こうやって公園来たんでね、野草も久しぶりかもしれないね。野草なんてね、まあ、あんまり、まあ、この公園近くって言ってもね、そんなに遠くはないんでね、久しぶりに食べるのかな、大ちゃんは。心なしく嬉しそうたまにはね、こうやってリカメちゃんたち連れてきて遊ぶのもいいかなと思いますね。そうちゃんと兄ちゃんもね、連れてこようとしたんだけど、一人でこうやって撮影しながらね、3匹とかはちょっと無理なんで、今日はとりあえず大ちゃん1匹で、そのうちね、兄ちゃんとそうちゃんを連れてこようかなと思います。ビデオすごい、なんかさ、嫌そうな顔してる苦かったのかな。めっちゃ出そうしてるじゃんリガメにもね、結構好き嫌いね、あるからね。だって苦い時すごい嫌な顔するよねなんだ、まだ食べるのか。なんでそんな苦そうなのに食べるんだ。あ、見てこれ、ここにシロツメクサがあるね。これはね、食べれるやつなんで。あれ、シロツメクサだってだっけクローバーかな。はい、ダイちゃんをね、ここに置いて、見て、早速食いついてるよ、ダイちゃん。ほら、でもクローバーはね、リカメ結構好きなんでねさっきと全然食いつき違うじゃん。めっちゃ食べてるね。見て、すごいがっついてる。やっぱ美味しいんだね。ちょっとね、積んで持って帰ってもいいけど、まあでも他のね、もしかしたら他のリカメちゃんも食べてるかもしれないんでね他のうちのリカメちゃんのためにも取っていただきましょうか。いや、いいね、この季節は。やっぱさ、草がたくさん生えたりしててね、リカメちょうどいい季節ですね。でもね、ちょっとね、暑すぎちゃってね、今撮ってるの4時ぐらいなんだけど、まあ、昼とかに撮るとね、結構暑くてリカメも大変そうなんで、ちょっとね、日が落ちたぐらいがちょうどいいのかなと。いいね、周りにも犬ちゃんとかお散歩してて、鳥のね、声も聞こえたりして、やっぱいいね、公園は。休みの日とかだとね、子供とかにたくさんいて、まあ、大ちゃんはね、結構子供に疲れてるんで、襲われたりするんだけど、まあ平日だからね、今撮ってるのは。平日だとね、やっぱこうやって伸び伸びして、最高だね。まあ、こっち近いって言ってもね、結構遠めの場所なんで、まあ、そんな頻繁には来れないんだけど、こうやってね、たまには来させるといいね。大ちゃんがね、すごい5分ぐらいクローバー食べてるねまあこんなに好きならね、家でも育ててあげようかなと思ったりしちゃうけど、すごいね、見てよ、めっちゃ食べてるよもうここら辺クローバーなくなっちゃうんじゃないかな、大ちゃんが食べ過ぎて。美味しいか。もうかれこれ10分ぐらい食ってるね。お腹空いたのかな。まあ、普段ね、やっぱりこうやって野草を食べることはいいんで、なんか野草はね、やっぱり自然のものってだけあってね、食物繊維とかもいろいろあったりして、野菜とはね、やっぱ味が全然違ったりするんで、やっぱね、野草が好きなのかなって思うよ。お、頑張れ。おぉ。選んでる。すごいね、これ辺ね、全部クローバーしかないよクローバーだらけ、天国だよ、大ちゃん。リカメのいいところはさ、こうやって外に放しても、まあ、別にそんなに速くないからさ、すぐ逃げたりしないんで、こうやってね、餌食べてるとこをのんびり眺められるのがね、いいところだよね。トカゲとかね、だとすぐやっぱり、まあ、話すのはほぼほぼ無理なんでね、
本当はね、双子ちゃんとかも話してあげたいんだけどね、なかなかそれは難しいってことで、リカメちゃんはこうやって話し合いして見ることができます。ダイちゃんがついに食べるのを染めてこっちを見てますさすがにお腹いっぱいになったかな。もうね、20分ぐらい多分食べ続けてるんでね、さすがにお腹いっぱいになってるほしいねどんだけ食うんだよって感じだけど、すごい和んでる。やっぱリカメはね、意外とこういう、まあ、風がちょっとあって涼しげな日の方がね、活動的になる気がするね。多分ね、今 日が結構当たってたらね、多分日陰探していくと思うんだよね。見て、ついに大ちゃんがお散歩を始めたもうかれこれ1時間ぐらい経ってるけど、やっとお散歩始めたよ。大体歩いてる。おー、いいね。こうやって広々ね、遊べて。大体無理そうだねこの公園はね、結構こんな感じで平坦なんでね、まあ、見失うことはあんまりないかな。あの、こう見ると大々ちっちゃいね、やっぱり。ほら、すぐにでも見失いそう。もういなくなっちゃった。すごいね。あ、こんな感じで、もう大々がどこにいるか、わからないね、これだと。あそこで。なんか言ってます。まあ、さっきまで食ってたのにね、すごいねこんなに歩くなってて、偉いね。ライダイは歩いてしまったらまた食べ始めちゃったよライダイちゃんと動き始めた。偉いね。なんかさっきからすごい近づいてくるんだけど、なんだ、なんでっちか公園でも俺の手を食べようとするのか、お前は。よし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 かわいい。すごい、もう一人でもね、まあ一人でもっていうか、すごいね、ちゃんと向こうまで歩いてます。このまま放置したりね、あの子はもう帰ってくることはないでしょうね。ライダー、ライダーすごい遠く行っちゃってる。すごいね、楽しそう。あそこら辺ちゃんと日が当たってるし。また食べてる。ほんとずっと食ってんな、お前。歩いては食って、歩いては食ってって。健康的なのか、不健康なのか分かんないね。ダイダイがすごいでかい葉っぱ食い始めた。なんだろう。これタンポポかな？タンポポの葉っぱかな？食べ始めたね。
そろそろね、今日も下がってきたんで帰ろうかなと思います。こんな感じでね、リクアミちゃんと公園巡りとかこれからしていこうと思うんで、これいいと思ったらね、いいねをしてもらえるといいと思います。はい、というわけでバイバイ。